今日学んだと百姓天国、本日は2022年10月31日最終日ですね。はい、そんなことでね、もう夕方近くなってきてね、業者さん出しのね、出荷調整をしていますけれども、今ね、人参と里芋をね、こうやって作ったところですね。里芋500グラムでとりあえずね作りましたけどもね、どうですかね。まあ形をね揃えるとかってあるんですけど、僕はもうあんまりそこまでできないのでね、もうこれで勘弁してほしいっていう形でね、まあ直売所出しだと思うので大丈夫だと思うんですけどね。業者出しといってもそんなにスーパーさんとはまたちょっと違うので、まあもうこれで勘弁してほしいという形ですね。で、人参ですね、里芋人参とこう出して、今からまたもうちょっとね人参作ろうと思うんですけど、500グラムでどうですかね。500グラムで1袋で、かっちゃんという感じにしようかなと。まあまあもうあんまりね、もうそんなに僕はこう綺麗にはできませんので、もう勘弁してっていう形でね、なんとかね、ある程度という形でね、もう勘弁してほしいんですけど多いなおい、難しいですよね本当。皆さんどうやってやってるんですか僕あんまりこういうね業者出して本当に、まあ千葉時代ほんのちょっとだけね里芋とエアコンしかやらなかったのでね、これがどんな感じにねなっていくのかっていうのはね、ちょっとやってみないとっていう感じなんですけど、はい、形を整えるって言ったってねっていう感じですけど、よいしょ、ちょっと切りすぎ。まあだからそういう意味ではね、僕は本当に今までね随分楽をしてきたのでね、形もねこんなに綺麗に揃えたことはないので、これでね自分は自分のお客様にはね一品300円で、販売してきましたんでね、随分楽をさせてもらってたんだなというね気はしますけれども、いやいやちょっとこれ厳しいかね、これはちょっと厳しいかなとね、形のいいものからこの週末は久々にね、ちょっと関東の方に行かなきゃいけないんでね、久々のロングドライブでね、まあ一昨年はねずっと19年のね今ぐらいはねずっと 2.5 トンのロングでね何十往復しましたかね、20往復以上しましたんでね、まあまあ大変でございましたよ本当にね。まあ人生であんなにねトラックに乗ることはないっていうね、トラックドライバーでもないのにね、まあ今となってみればすべてね2年3年すればもう笑い話ですからね、何をどうしたところでねまあ新規就農ね、今こうやって始めたばっかりですけどね、やっぱり最初の3年ってね何が大事なんだろうっていう、まあもちろんこの作付けだとかいろんなことは大事なんですけどね、
自分の、ね、感覚というところの、ね、やっぱりマーキングをしていかなきゃいけないんですよね。マーキングって何ですかというと、あれです、犬がね、その地元のテリトリーに、ね、おしっこしていくような形で、マーキングをしていくわけですよね。あんなような形でね、なんかこう自分のこの新規収納5度目の場所をね、こうやって軽トラとか畑とかね、ぐりぐり回りながら、こうそのなんていうかな、土地にこう自分のね感覚をこうなじませていかなきゃいけないですよね。これちょっと厳しいかな。なのでね、まだそれをやっている段階ですね。なのでね、こうどっちかというとまだこううまくね、この地元に自分が馴染めるかどうかというかね、馴染んでいく必要があるというかね、はい、そんな感じで今やっている感じですね。あくまでもね、やっぱりだんだんこうね、馴染んでいくとね、自分の庭のようになっていくとだんだん見えてくるんですよね。ああこれはこっちの方向に畑を展開した方がいいなとかね、でいろんなね情報とかも、その地元の情報とかもね入ってくるようになりますので、そこに行くのはやっぱちょっとね、最初はよそもんですからね、まあ永遠によそもんなんですけど、永遠によそもんではあるんですけど、でもね、だからといってね、こう遠慮しててもしょうがないので、どういうふうにね、その土地ではこうなんて言ったらいいんですかね、流れがありますので、場合によってね、例えばなんか行政を頼ってみたりとか、僕は今まであんまそういうのなかったですけど、なんかこうね、こう情報だとか、なんかこう自分にとってね、なんかいいものっていうのをどうやってこう引き寄せていくかみたいなね、そういう流れがありますので、ちょっと多いか、その辺をね今こうやってね見ながらやってる感じですね。まあうまくね転び始めるとね、うまく転ぶんですよ。うまく転がっていくというかね、でその流れに乗っていかなきゃいけないんですけど、まだまだね、僕も今までずっとやってきてね、神奈川とかでね、こう神奈川千葉とやってきて、やっぱりねいい流れになるのに、やっぱりちょっとしばらく時間かかるんですよね。でその流れにこう乗っていかなきゃいけないので、まあいいスタートを切った上でこうどんどんこう波に乗っていく感じなんですよね。でその流れをつかんでいくには、こうなんていうんですかね、頑張ってやっぱり毎日あくせく働いていけいかないと、やっぱりノリが悪くなるんですよね。ノリが悪いとやっぱりダメなので、ちょっと切りすぎたか、ちょっと難しいところですね、その辺がね。50袋ちょっとぐらいは出せそうですか。これ1袋120円ですね、はい、僕の取り分は。おいくらで150円とかに値をつけるんでしょうか、分かりませんけれどもね。ちょっと汚いか、ちょっと少ないな。もう一個ちっちゃい、ふう、明日は収穫出荷日ということでね、明日も朝から忙しいですけど、まあだんだんこうやってね忙しくならなきゃいけないんでね、それはそれでね全然いいことなんですけどね、忙しすぎちゃダメですけど、ある程度忙しくなってこないとね。よいしょ、あと刃物ですね。
これはダメだな。こうやって直売出しをねやるようになってね、なんかいろいろこうなんて言ったらいいんですか、見えてくるものがありますよねこの農業のね、まあ、闇って言うとあれですけど、別にそんなネガティブなことではないですけど、まあね、これでもちろんなんでしょうね、この先に何があるのかって話になってくるんですよね。まあ別にそんな哲学的な話じゃないんですけど、やっぱりねこれだけではやっぱりそれは厳しいよねとは思いますよね。これでずっとやっていけってやっぱりそれはなかなかね、まあしばらくずっとやりますけれどもね、ずっとこうこれはこれでやっていきたいことではあるんですけど、これの先ですよね、これの未来が何なのかっていうところがね、ないとやっぱり続かないですよね。よいしょ。ということでもうちょっとやらなきゃいけないですね。葉物の収穫出荷調整もね、ちょっと不細工ですね。形を大事にせんといかんですから。さあそんなわけでね、はい、日が暮れるのが早いんでね、パッパパッパやらなきゃいけないんで頑張りますね。人参のね直売所出しの袋詰めをしている百姓農園の動画でございました。それではまた。腹減った。